ミコさん、ちょっと念願だったことをね、達成できそうなんですよね。なんか、おじいちゃんが、まあ、亡くなっちゃってさ、で、実家に戻ってさ、いろいろやってたんだけど、なんか将来的に、その、家を買いたいって思ってたの。で、まだわかんないんだけど、家を買うかもね。もうミコの家じゃないんですけど。お母さんとか、まあ、いもちとか、まあ、お母さんだね。そう、お母さんが住めるのをね。親孝行でそうだね。なんかじいちゃんが亡くなっちゃって、じいちゃんのお世話をしてたのよ、お母さんは、ずーっと。じいちゃんもさ、だんだん寝たきになっちゃって、っていうところでさ、いろいろやってて、家もさ、ずーっとあるとこだから、結構古くて。で、もう震災とかでさ、傾いてたんだよね、家自体が。ちょっと。でもなんか、やっぱじいちゃんの墓はそこにあるから、その地元のね、とこにあるから、近いところではずっと住んでたいだろうなと思うし、いつかミコもさ、そこのお墓管理する可能性もあるからさ、一応長女なんで、もしかしたら達成するかもしんないよね、その、まあ、ちっちゃななんか、密かに思って、自分の活動とは全く別なんだけど、ちょっと思ってた夢がね、ミコはありがたいことにね、みんなにさ、たくさんこうやって応援してもらってるからね、逆に。CD とかもそうだけどさ、グッズとかもそうだけど、自分の活動にももちろんね、もっと当てていきたいんだけど、残るものだから、それもいいなと思って。本当はね、そこにね、桜を植えたいと思ったの。なんか、エモいじゃん、なんか、と思ったんだけど、調べたら、桜結構管理大変らしくて、やっぱり。もう、ちょっとさ、管理を行うと、すぐに虫が湧いちゃったりとか、すごい大変らしいの。だからね、やめた。でも、木は植えたいんだよね。ま、っていうかね、でもそんな立派な家じゃないですけどね。絶対立派な家じゃなくていいってお母さんも言ってるしね。立派な家とかじゃないけど、まあ、ちっちゃな家でもね、いいよねって。まあ、今のさ、とこは、もうあっちに行ったら、配信とかも一切できないけど、ワンチャンもしかしたらね、実家に帰ってる時にさ、配信とかできる可能性もあるから、お仕事は休みだけど配信はできるみたいな。なんかそれいいなと思って、PC 置いてもらおうかな、みたいな。そう、お仕事。よしよし、こちらのレジでございます。27番ください、ペンカーン。